リーひでチャンネル。どうもこんにちは。こんにちは。大平正美さんとの2日目ということで、はい、今週は2回ということでね、はい、またいつかご出演いただくと思いますけども、はい、ぜひぜひ。それで昨日最後に言いました、はい、大平正美さんは、うん、ずっと、まあ、昔のね女性アナウンサー、はい、通称女子アナ、何十年もやってたんですけども、今やもう女子アナなんて言える年代ではありませんね。ね、まあ、先生の方に特化してましてですね、ある大学の助教授をしてた、はい、今助教授って言わないんですね、准教授ですかね、准教授ね、はい、准教授、いやでも客員ですから、はい、客員でも何でも大したもんですよね、准教授、はい、それで昨日最後にお話しした、うん、あのイメージコーディネーターというのと、うん、それからカラーコーディネーター、はい、ね、あのカラーコーディネーターはもう何十年なんですか。ね、これは本当に昨日の話で言うと NHK 時代から勉強し始めたので、もう何年ですかね、あの何年ですか、何十年ですか、立ちどころの年が分かるっていう、もう分かっちゃいますが、ね、35年、はあ、研究とやり始めてからは35年くらい経った、いや今日本当はね、はい、やってもらえばよかったんですけど、はい、また日を改めてお願いしますけどね、うん、なんかね綺麗なね、うん、あのカラーの布をいっぱい持ってくるんだね。そうなんですよ、ね、あれやりましょうね今度ね、またそれで、うん、私のこのどうしようもないね、このシミだらけのね、皮膚とか、これはね何色だとか何だかいろんなこと言って、うん、こう色を合わせてね、なんかいろんなこと言うんですよ、うん、それであなたにはこの色が似合いますとか、そう、そう言われるとその気になるんでしたね。なるんですよね、うん、でもね高島さんね、私全然お世辞でも何でもなく昔からねすごいおしゃれな方だったんですよそうだよ、それ、そうおしゃれおしゃれで今もおしゃれだからあのこう無意識に自分の似合う色は多分ね選んでらっしゃいます。あ、じゃないとねすごいこう老けて見えるんですよ、はあ、実年齢より5歳も10歳も老けて見えるから。でも今ちょっとおいくつかは聞きませんが、いや来年80だよ、来年 80?、うん、80歳全然見えないです、80歳だから今こう威張って言いましたね、80歳、心の中はね、すっかり80歳ですよ。いやそんなことないですよ、まだ全然55歳ぐらいでいけますよしたらあなたはいくつだって言うんだ、私も15歳とか言うの冗談じゃないよ。でそれで今日ちょっと本論に入ります、はい、あの今ですね、はい、大平さんが書いて売れてる本がこれなんですよ、これ、はいはい、色彩ね、16色の色彩力があなたを変える、はい、ね、色彩心理研究家、はい、フリーアナウンサー大平正美と、こういうわけなんですけど、これはどういう本なんですか。恐れ入ります。私はあの先ほどの高島さんの話で言うと、はい、あの色ってこう外見的に綺麗にしてその人のこういろいろ気持ちを上げる方法と、はい、心にちょっとこう寄り添って、こうやる気を出してもらったり疲れた心を立て直すみたいな、こう両方があるんですね、内側と外側から、で私は両方を研究してるんですが、この本に関してはあの心、あの色でこう自分の心の状態を整えるっていうような本なんですね。色で自分の心の状態を整える、はい、うん、で、ははは、で、まあ、色って本当にこうものすごいたくさん数があるんですが、うん、あのまあ、そんなたくさんある中だとなかなかこう判定もしづらいので、私が独自にこう必要だなと思われる16色を選ん で、はい、でその16色から例えば、まあ、あの何色か選んでいただいたり1色選んでいただくことで、その時の例えば高島さんの心の持ちようですとか、ははこう今までちょっと大変だったなって思うようなところが解き明かされるという感じですかね、うんうん、例えば人間ね、はい、あの朝出る時に、はい、今日のその会う人とか、うん、仕事の内容とかちょっとこうイメージしますよね、はい、でその時にあの別に意図するわけではないけども、うん、あ今日はこれを着ようかとか、はい、今日はこのセーターにしようかとか、うん、なんかあるじゃないですか。ありますね。で何かこう確かに色彩が、うん、自分を表現するっていうケースもあるし、はい、人からその色彩によって受けた印象で、はい、今日の例えば私なら私を
判断されるってことありますよね。 ありますよね。ありますあります。あの私もともとどうして始めたかっていうと、あの NHK 時代にやっぱり色って重要だなって思ったんですね。でその時色の効果をものすごい一番使えたのって今高島さんおっしゃったようなことなんですけど、あの地方局ってね、甲子園の予選の野球大会地方大会に、女子アナも甲子園の地方大会に、例えばまあ球場にね女子アナも借り出されるんですよ。大平さんの時代からそういうのあった。 あったんです。香川県予選、丸亀なんちゃらとか、観音寺なんちゃらとか、香川県結構強豪校がいっぱいあるので、でも女子アナ、まあ、あの当然実況はやらないんだけどあのいわゆるこうスタンドのこうリポートをするんです ね、目に浮かぶ、目に浮かびますか、でね人がいないから、しかもあれ夏休みシーズンなのでアナウンサーバタバタ休むんですね。そしたらある時ねとんでもない指令が下って、あの一塁側と三塁側両方行ってくれって言われたんですよ。じゃあもうありえない、走るんですかみたいな、でもあの回が違うからできるよってすごい、やらない人はそうやって簡単に言うわけですよ。でも本当にね、じゃあ6回は一塁側に行って7回に、三塁側に行ってくれって本当にやったんですよ私。でもうヘトヘトになっちゃって、あのそれを2回ぐらいやらされるので、でヘトヘトになっちゃったんですよ。でも次の日も大会があるから、次の日も行かなきゃいけないじゃないですか。そうするとヘトヘトになった私、でもヘトヘトの顔を皆さんにお見せするのはダメだと。でその時にどうしよう、もう心は疲れて体も疲れてるけど私のやる気を見せなければと思って赤い服、そこで色ね、はい、赤い服、もう上下赤い服ってもうそんな人いますかっていう、サンタクロースみたいな、そう、サンタクロース、赤いポロシャツに赤いパンツってもう恐ろしい感じです、今思えば。でも自分が選んだのがその赤だったわけね。そうだったんですよ。元気出そうと。その時に意識的にもう自分の心が元気がないから、なんとか人にも元気になってもらいたいし、自分も元気を出したいって思ったチョイスが上下赤っていうものすごい。色の選択が要するに色彩という色彩力、そのこの本に書いたような、そうなんですよ、そういうところに向かわせたわけですね、でその日乗り切るみたいな、なるほど、感じですね。ちょっと長くなりましたが、こんなクリアファイルをねもらったんです、はい、でこれは何かというと、これくれたんじゃないの。いやもうどうぞ今日お持ち帰りくださいませ、はい、これはねここに書いてあるけど言わないんですけど、あるね誰が聞いてもよく知っているね有名自治体です、有名な自治体がこのクリアファイルを作りまして、あなたの心元気ですか、カラーセラピーでわかるあなたの今の状態というここにこう書いてあるんですね、でここに何色かがあって、これ6色ですね、でこれを2色選んでくださいと、で2色選ぶとこの色の組み合わせでね、どういうような意味合いがあるかっていうことがね立ちどころにわかるんです、で裏をひっくり返すと、心のメンテナンスをしようなんていうんでいろんなアドバイスが書かれてる、ね、これはあの街で売ってるようですけども、なかなか見つからないようだ、だけども欲しいという方はですね、こちらの方に、ね、申し込んでください。ちょっとお金かかりますけど、ちょっとかかります、でこれは、これはね、まあ、クリアファイルなので毎日こう、カバンにも入れていただけるし、とにかく気軽に毎日チェックしてもらいたいと思って、今の心の様子がね、6色の中から2色を選ぶことで分かるんですね。でやっぱり2色、このポイントは2色選ぶっていうことなんですよ、まあ、1色でもいいんだけど、2色選ぶことによって、例えばこう表層と深層みたいな心理がもうより深く分かるっていうことがあるんですよ。見た目ではこうだけど、本当の意味合いはこういうことを訴えてるのよという。そうです。あ、そうですか。そこまで、怖いですね。もう色彩って、語らない言語って言われてるんですね。だから語らない言語、自分が、語れない、あるいは語りたくないっていうことがもしあったとしたら、この色を選んでいただくことで、あのこう、あ、そうだったんだっていうことがくっきりはっきり分かるという感じなんですね。
あのそこまで深刻に考えると、ね、そうですそうですもっと気軽にお遊び感覚でも、ねはいでね、結構楽しめる、はい、そうなんだというような説得力があるんですよね、はい、あのお子さんでもねこれ気軽に選べますよね、今日何色がいい好きって言って選んでもらってこんなので、ね、女子高生が大好きそう、ね、本当に、ね、そうなんクラスの人気者ですよ。だからこれ自治体もね、うん、それからあのいろんなところの、 あの教育委員会とか、うんうんそれからあとある会社なんかでもね、はい、このクリアファイルはね非常に引っ張りだこになってて、はい楽しめるんでしょうね、きっとね。そうですね、うん、そうですね、もう気軽にね、あの深刻に本当に考えないで気軽に選んでいただいたら、はい、ちなみに高島さんは今日は何色が気になりますか？私はね、この青と、はい、この青とね、うん、だからこの赤、あ、青と赤、青と赤いいじゃないですか。なかなこれで黄色が入ればね、香水シーン、もうなんか面白いこと言わないと気が済まないんですね。そう、赤と青ね、あのそこに書かれて、これ書いてある、うん、あの書かれてますからね、これを手に入れるとあの分かるんですが、でもね、ちょっと言いますとですね、赤と青って色の性質で言うと真逆の色なんですよ。だからもしかしたら、ええ、今見えている高島さんと心の中の、ええ、思ってる高島さんは今日全然違うことがあるかもしれないというところですね。いやいや、でもね、勝負運も今日いいですよ。いや、まあ、年齢のせいかね、はい、この頃はね、いろんなことをね思うんですよね。思うんですか？感じるんですよ。それで夜中も目覚めたり、うん、それから早朝早く目覚めたり、いろいろあるでしょ、はい、そうするとね、うん、ぼーっといろいろ考える。そうするとね、いろんなことがねこう浮かんでくるんですよ、うん、なんだろう、いろんなことって。だから今まで人生でいろいろあったこと、うん、ね、人とか出来事とか、自分がこうあの時こういうふうに感じたとか、だからね、面白いなと思う心理状態は、ね、うん、結構私はね、はい、受け身のところはあるんですよ、ね、決めたらわっといくんだけど、うんうん、決めるまでちょっと時間がかかって、うん、それでね、口の達者のやつにわわわわって言われてね、うん、納得できないんだけども、その場では喧嘩できなかったっていうことがあるわけ。あら、ね、あら喧嘩したこともあるけど、はい、割とあんな悔しい思いをしながらね、一言も言えなかったみたいな時もあるわけですよ、ね、そうするとそれをね思い出すの。そうするとその相手の顔まで浮かんできてね、今だったらこうやって言ってやるのにとかね、なんてことでしょう、思うとね、はい、寝られなくないですか？それ寝られなくなっちゃう。あらら、うん、それからほら、悲しいこととか、父親が早く死んだとかね、いろいろあるじゃないですか、はいはい、離婚経験もあるし、ね、いろいろありますよ、はいはい、そういうことをこう思い出すわけですか？そう走馬灯のよ。それは眠れません。顔の周りは走馬灯です。くるくる今、ね、ないそういうこと、うん、私はね割とねなくってですね、結構男っぽいんだよね、この人 ね。そうなんですよね、決断力があって結構ないかも、ね、でも今後わかんないです、出てくるかもしれないですね。それで、はい、この16色の色彩力があなたを変えるという、はい、この本はネットで買っていただくというのかな、はい、そうです ね、一番それがいいかなと思いますね、うん、だから本のタイトルだけちょっと覚えてください、うん、ありがとうございます、はいはい、というようなことで、はい、絶対言わなきゃいけないの、いや、もう十分すぎるほど、はい、もうお話ししていただいたので、それではですね、はい、先ほどのこのクリアファイルね、それからこの色彩力要するに PR に来たわけですね。もう、ね、いや、何周年ぶりかで、そんなことないです、もう今日お目にかかりたくって、いや、なんかあったらね、この程度のものですけど利用してください。ありがとうございました、はい、ますます活躍してください、はい、ありがとうございます。なかなか大学の、ね、准教授として、ね、はい、授業も人気のようです。その大学行きたいですか？調べてください、はい、では、はい、今日はこの辺で失礼します。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。大平正美さんでした。ではまた。失礼します。